最近ユーロとか米ドル以外のドル、ドルっていうか通貨の話ですね。それが出たんですけど、なんか正直そこら辺の価値がわからないですね。それでそういう価値を知るには、この世界の経済ですね。それを知るには、ビッグマックの値段、それぞれの現地のビッグマックの値段、値段を調べて、それ、それから導き出す、そういう方法がいいみたいですね。まずあの、アメリカと日本、それとあとユーロ圏ではほぼ、その中の1ドルと1ユーロは、大体日本の100円という感覚で使われてます。大体先進国だとそんな感じです。 そのため、あの、ユーロ、例えば1ユーロが140円になると割高っていう感じで、1ドルが70円になると安く感じます。ただ、あの、その他の通貨だと正直よくわからないですね。どれが水準、どこに水準があるのかってよくわからないです。それで、それを吸収する大雑把な目安として、ビッグマック指数っていうのがあるみたいですね。ビッグマック指数、ビッグマックインデックスっていうみたいなんですけど、そういうものがなんか銀行で開発されたみたいです。まあ、昔の話ですね。それビッグマック指数っていうとそれぞれぞ 国のあのビッグマックがいくらかを計算して、その値段の高さ、安さで、その国の経済を知る、経済を知る目安として開発されたみたいです。それビッグマックっていうのは、いろいろな材料とか、ま、あの、肉もありますし、レタスとかあります。マクドナルドの他の製品と比べて、バランスよくいろんな分野のものが配合されてます。作るのにも他のハンバーガーと比べると時間もかかりますので、人件費とか、あと、バランスよくものが配合されてるってことは、輸送コストですね。その輸送コストとかが、その国の国中で バランスよく使われていて、その特定の材料とかサービスに偏らないため、このパンとか牛乳、あと、缶ジュースとか、そういう単体のもので比較するより、良いとされてます。ドルとユーロ以外の価値がしなくなったら、そのビッグマックの値段、ま、あいろんな国のホームページ、今見れますので、そこから調べるといいと思いますね。あと最近だと iPod 指数っていうものも出てきたみたいです。iPod も同じように、なんかその国の状態を知ることができるみたいですね。ちょっとビッグマックと比べてあんまし、ピンとこない んですけど、ipod 指数ってのもそのビッグマック指数を開発した別の金融機関で使ってるみたいです。以上です。